皆さん、うるさくないですか？大丈夫ですか？言ってください、ボリューム下げますから。ですね、次の曲は、少し雰囲気を変えまして、昭和の名曲、昭和のラブソングといえばこの曲でしょう。加山雄三さんの君といつまでも聴いてください。それでは次の曲はベンチャーズの、ベンチャーズがよく演奏する有名な曲「朝日の当たる家」、後半はですね、日本の有名な演歌「津軽海峡冬景色」に、変わっていくという、ちょっと変わった、曲をお届けしたいと思います。聴いてください、「朝日の当たる津軽海峡冬景色の家」。
それでは次の曲はまた、ベンチャーズがよくやる、メジャーなナンバー、キャラバンをお届けしたいと思います。聴いてください、キャラバン。テーブルに水を忘れたので今からはいよ、どこテーブル並んでくるのねえよ、あの
あー、これ、あ、これ、あ、これ、すっごい忘れちゃった。マイドリンク飲まない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 。すいません、この上ですね、すごく素敵な照明がたくさんあって、ものすごく暑いです。なので、ちょっと待ってください。脱いでいいよ。脱いでいいよ。脱ぎますか。どうぞどうぞ。でも本当に途中で結構脱ぐんです。だんだん暑くなってきちゃってですね。横山さん大丈夫ですか、脱がなくて。大谷さんは大丈夫ですか、脱がなくて。はい、お待たせしました。ここまでは、前半戦というかですね、しっとりとお届けしてきました。私たちはご覧の通り、3人バンドということなんですが、一人一人がですね、一生懸命やるということで、こう力強い音とノリの良い演奏をお届けすることを心がけていますので、まずよろしくお願いします。で、これからですね、後半戦は少し激しい編ということでですね、お送りしたいと思います。体力が尽きるまでお付き合いください。やります？大丈夫ですか？ちょっと待って、よし、それでは聞いてください。後半戦一発目は、寺内武さんの寺内武さんの、名曲ハリケーンをお届けします。聞いてください。
ミザールー聴いてください。
いよいよ、最後の曲となりました。最後は、今時間わかんないんですよ。あと1時間だめだめ、もうその前に死んじゃう。35分もできる。最後の曲なんですけど、一応アンコールも用意したいので、まあ、入れるだけでいきます言っちゃいますけど、まあ、この後も、たくさんじゃないですね、この後もいわきベンチャーズさんとか素敵なバンドが出ますので、まあ、皆さんそちらのバンドさんの方が目当てでしょうけど、まあ、ぜひこれを機会にジプシーウィンドも覚えていただけたらいいかなと思っています。そうですね、それでは一応最後の曲になります。皆さんと会えて嬉しかったです。またどこかで会いましょう。聴いてください。つがるジョン・カラブシ。
お会いできることを楽しみにしています。今日皆さんに会えたのはまさにこの曲のタイトル通り、聴いてください、運命。皆さんでした。ありがとうございました。発表会の映像でしたね。皆さん、拍手で。